イップスについてですだって。僕の友達に公園でキャッチボールするとめちゃくちゃ投げられるのに、高校のグラウンドに行くと突然ボールが投げられなくなる人がいます。なぜこうなってしまうのか。竹井さんの見解を教えていただきたいです。ちなみに千代さん、イップスはセンスで直すしかないと言ってました。ってまあ、俺も半分そう思うけど、センスとかってことよりも、まあ、イップス、イップスの原因は、うん そうね。なか無意識の状態だとできることを意識するとできないっていうのが基本的な構造になってんだけど、まあ、自分の体を意識的に思った通りに動かせないやつが、あの、意識的に思ったことをしなきゃいけないって思ったら、それはプレッシャーかかって一筆になるのよ。だから体のコントロールもできないのに、技術練習から入ってるから、それで、 できないものを試されるときってのは、誰でもイップスみたいな状態になるわけよ。だって、本当はできないのに、できなきゃいけないと思って投げるわけじゃん。ピッチャーなんか特にそうなんだよ。あのー、本当にイップスなりやすいと思うよ。あの、球投げること。野手もそうだけど、うん。で、高校のグラウンド行って、例えば先輩とかに冒頭投げたとかっていうので、で、冒頭投げちゃうぐらいの体の技術なんだけど、 それがあるのに、それをほったらかしにしたまま野球の練習ばっかりしてるから、まず体を思った通りに、どういう運動をしたら、結果、この結果が出るのかっていうのを理解しないで練習してるから、ずっとそれが起きんのよ。だから、イプスは知識の不足と自分の体を動かす技術の不足だから、イチロー選手はやっぱそういうの一切ないと思うよ。自分の体をいつもカッコつけてるから。 カッコつけて、思った形で動かそうとして走ってるし、うん、思った形でバットを持って、思った形のところに出そうっていう、やっぱりその思った形にする練習をいっぱいしてるから、エイプスになりにくいんだ、ああいう人ってね。だから、体を動かす技能が高いんだよ。だそれを高めないことには、うん、一生それにつきまとわれるんじゃないですかね。どのスポーツやっても。110の王国閣 ケイソーのケイジョンチャンネル始まるよ